チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日は規制改革が農業を救うということですね。いつものおなじみ我々コンビの方にですね、高崎経済大学経済学部教授の佐藤綾乃先生をお招きして番組を進めたいと思います。佐藤先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。佐藤先生は実はですね、我らが原田豊先生のご紹介でですね、規制改革、特に農業の規制改革は絶対必要だから、佐藤先生のお話を聞いた方がいいよということでご推薦いただきましてですね、喜んでということですね、お越しいただきまして、で、規制改革といえば私です。規制を、改革して、なくすないし緩和した方がいいっていう話をするとですね、じゃあ規制ってなんだよみたいなね、もう十分緩和してんじゃないか、これ以上やることないよみたいな話っていうのは結構言われる、はい、で規制っていうのは目に見えないもんじゃないですかね、ルールだから、はい、ということで、今回はですね、佐藤先生の方から実際にこんな規制があるんだというお話をしていただいて、で特に農業だとね、皆さんの手元に届くわけじゃないですかね、はい、今回酪農のお話なので、そういうこと、牛乳であるとかバターの話だとか、目に見えるものについての規制のお話をしていただくということで、視聴者の人に分かりやすいかなというふうに思ってます。ということですね、はい、ど素人代表として私今日ここにいて、事前にですね論文読ませていただいたんですけど、酪農の話ですけど、農業全体がどうかともかく今日は酪農の話に絞りたいと思うんですが、佐藤先生、はい、素人ながら思ったんですけど日本はコルホーズですか？いや、私も調べててそう思いましたね、はい、もう本当社会主義体制みたいになってて、びっくりしました、自分で調べててびっくりしました、でこれってあれですよね、社会主義体制を実現するための方策としては需給調整と、補助金と輸入規制という3つあって、それで価格を調整してるということだと思うんですけども、その点もう少し詳しくお伺いしてもよろしいですか？はい、酪農っていうのはですね、やっぱりこう小さな農家さんがたくさん集まってるんですよね。でそれをまとめているのが農協で、農協がさらにまたたくさん集まって、全国に9つかな指定団体っていうのがあるんですよね。でそこが、北海道だったら北連っていう大きな会社っていうんですかね、がありまして、でそこがまずですね、数量調整っていうんですかね、生産量の、調整を行っていると、でそれも全国がその9つのブロックになっていて、それでもそのブロックごとにその調整されてるんですね、生産を。でこの最近はでもやっぱりこう農家さんの数が減ってきて、生産量もこうどんどん減少しているので、少しこう増やそうっていうふうになってきてますけれども、それまでのですね、10年ぐらい前まではもうずっとこう生産量減らしてきた、減らしてというか抑制してたんですね、でいう形だったっていうのが一つですよね。で国内の生産量はそういうふうにして、生産量を抑制気味にしていた。で一方でやっぱり国内外から入ってくる、国内外じゃないな、国外から入ってくる、輸入も、これは国家貿易品目っていう形で、国家貿易品目って響きがすごいですよね。私もなんかすごい素敵なね、響きなんですけど、でそのでもう入ってくるのを管理してるんですよね。はい、で、もうそれはそのエーリックっていうのかなっていう農畜産業、なんか難しい名前なんですけど、漢字がたくさん並んでるやつで、もうね、普通の人には覚えられないレベルのものを作ってる。私もね、何度読んでもちょっと覚えられないんですけど、なんか農畜なんとかなんとかエーリックっていうやつなんです、はい、でそこがですね、全部入ってくるバターですね、乳製品って言われてるバターとか、はい、脱脂粉乳とか、でそういうのをもう管理してて、でそれがもうある一定の、数を増える、ある一定の輸入以上になると、もうすごい 200% 近くの関税が入ってくる、もう入ってこれなくなるってことですね。もうほとんど入ってこれない、だから、やっぱりこうもう完全に自分日本国内だけで全部やろうとしてるんですよね、だからもう価格もある意味調整可能と、
いう形になるんだと思いますね。すみません、また素人質問なんですけど、はい、だって需給調整と補助金と輸入規制ってことは、うん、これくらい必要だけどこれくらいしかできてないんで、うん、そこのバランス取って損する人に補助金あげて、うん、でなんか外国からの輸入規制して競争させないって、どこに自由経済の余地があるかちょっと。いやもうないですよね、はい、私もちょっと考えつかないんですけれども、うん、あるとしたら我々の、はい、まあ、消費者のスーパーに並んでる価格ですよね、うん、メーカー乳業メーカーと私たちが、まあ、あの買うところで、うん、多少はその価格はこれは自由だと思います、ね、はい、なるほど、うん、直接我々消費者に売る人が、うん、まあ損してても勉強させてもらいますみたいな時だけ自由があると。そうです、スーパーだけ損してるから、ね、なるほど、損した時だけ自由経済が発生する余地があると、はいはい、だから疑似社会主義ですよね。なるほど、でもそれ本物の社会主義もそれくらいやりますよね、うん、ですよね。じゃあ社会主義、うん、まあ、社会主義の特徴は、うん、あの、まあ、確かに価格が動かないとか、うん、需給が、まあ、あの調整されてもそうなんですけど、うん、必要な時にないっていうことだと思うんですね、だからバター不足になっちゃう。そうなんだと思います、うん、だからあの最近もあのコロナになって、うん、なんかこうバター不足があった、それ2014年ぐらいですかね、2014年の時もバターが店頭から消えたとか、うんうん、はい、あとはあのよくね皆さんね、私も言われてから、うん、あの気づいたんですけど、あのスーパーの中でもあのスーパーの、牛乳とか乳製品って裏見たらどこに製造してるとかってほとんどね地場なんですよ。私はやっぱ北海道出身なんで、はい、北海道にいた時はもちろん私北海道が一番生乳生産が、うん、あの日本一だってのは当然知ってて、はい、でそれでも本州に来たら本州でも当然あの牛乳北海道種の牛乳が飲めるのかと思ったら違うんですよね、うん、もう必ずその地区ごとの地区ごとに、うん、牛乳があの何ていうんですか、供給体になってるんで、はい、他から入ってくるって余地がないんですよね、うん、なのでなんかよくよく見ると、まあ、一応最近は少しずつ増えてるんですよ、うん、最近は少しずつ増えてるんですけど、あの昔っていうか、まあ、10年ぐらい前までは店頭にはもう関東だったら関東の牛乳だけとか、うん、縄張り縄張りがあって、うん、はい、その縄張りがね、はい、あの入ってこれないようになってるんですよ。だやっぱり競争がないってことですよね。競争させないんですよね、うん、このな全くないかもしれないですね、うん、それとか恐るべきことあの、うん、先生の論文を見させていただくと、なんか、図表さん計画生産の仕組みというなんかすごい、ね、なんか小学校の教科書でコルホーズの仕組みとして習ったぞみたいなのがあってしかも何がすごいってピラミッドの4つのうち農協が3番目なんですよ。そうなんですよ、農協一番上じゃないんだ何者なんだ、うん、この中央酪農会議っていう 上のやつが何なのかって話ですね。でもこれ書いてあるんですよね、はい、ですよね、素敵な、なきゃ出せないですよね、はい、そうだから、そう農畜産業振興機構か、エリックで、はい、ここのホームページにも、はい、あの計画生産とか、はい、あの需給調整とかって、はい、価格のなんとか安定どのかとか、はい、全部書いてあるんですよ、はい、でも農協 の, あの、まあ、こういうな中央酪農会とかでも全部ホームページとか、うん、いろんなそこから出てるものを見ると、はい、全部書いてあるんですよね、その需給調整全部オープンになってるってことですよね。我々は社会主義ですけどオープンになってる、我々なんか知らないだけで、はい、基本的にはあの別に隠してないと思います、うん、そうですね、だってまあ、あのおかしなことだとか悪いことだとか思ってるわけじゃないわけですからね、うん、はい、でもあの先生の論文、うん、まあ、あの戦後の話って書かれてますけど、なんかこれ有名な1940年体制そのもの、はい、配給制ですよね、配給見ても補助金の出し方なんかもそういうとこありますよね、うん、いやすごくびっくり、私も調べててびっくりしましたね、うん、ちょっと話のバツナに私の専門の話とっていうと、うん、よく言われる悪名高い国家総動員法って、当時の帝国憲法でも本来憲法違反なものを無理やり押し通しましたからね、うん、これはあの大事な事実で、それがずっと続いていると、うんうん、いうことだという、うん、そのまあ国家総動員法そのものはないんだけど、うん、まあ、その時にできた例えば源泉徴収とかいろんなものがずっと続いてるわけですよね、うんうん、あ、ちなみに野口幸男先生の1940年体制は、俺が生まれた年だから40しよう38なんだけどねってね自分で書いてらっしゃいますんで、ね、はい、
だこれ結局、まあ、先ほど先生のお話にあった通り、どんどん酪農やってる方が減ってきていて、ね、生産量が減っていると。で政府はまあその、昔は作るなって話してたのに、うんうん、今は作れって話をしてるって、まあ、本当にあの社会主義っぽい話をしてるわけですけど、うん、でも結局酪農の農家さんの数が減ってるから生産量が減っていて、あの要は政府の統制状態というか、うん、その規制政策では実際にはだから必要なニーズが満たせなくなる可能性が、ね、高いということですよね、今の場合と。そうなんです。だからもう心配してます、うん、私もなんか生産量がこのまま減っちゃうんじゃないかと思って、うん、そしてどうなのかなと思いますよね、うん、もうやっぱりインセンティブだと思うんですよね、はい、農家さんのやっぱり生産者農家さん の、うん、あの作りたいとか儲かりたいとかっていうインセンティブを削いちゃうんだと思うんですよね、こういうあの規制を受けているとね。まあ、農家さんたちも、うん、あの酪農家さんたちも、うん、まあ、昨日も続いて、うん、今日が明日まで行けばいいやっていうのは、うん、まあ、これ気持ちとしては分かりますよね、うんうん、ただまあ、あの結局それってお客さんの方を正確に見てないというか、うん、まあ、需要があるのに作らないっていうのは、うん、ある意味生産者としての、うん、まあ、なんですかね、あのちょっと不幸なことですよね、うんうん、本当はそこにあるのにそれを知らないっていう状態がついてるっていう、うん、いや、あのそうやってあの、はい、おっしゃる農家さんもいて、はい、やっぱりこう、うん、消費者の顔が見たいって、うん、でそれで喜ぶ顔とか美味しいねって言ってくれる言葉が、はい、うん、そうですよね、やっぱり自分たちの生産意欲を高めるっていうふうにおっしゃってる農家さんもたくさんいらっしゃいますね、うん、そうですね。だって今はあのその中央の配給組織にこう、うん、あの納品するっていう作業ですよね、うんうん、ある意味工場みたいな状態で、うん、その実際に自分の作ったサービスに対してありがとうって言ってくれる人の顔は分からんってことですよね、うん、今の状況は、うんうん、もうでもそうは言ってもですね、あの酪農家さんの作って、まあ、私はあの北海道出身の地元の、ね、農家さんとかよく回らせてもらうんですけど、はい、あのものすごい一生懸命やってらっしゃるし、うん、あとはそのやっぱり生乳って、うん、あの細菌とかが入っちゃって腐っちゃうんですよね、はい、だからものすごいその細菌を抑える努力とか、うん、ものすごいですね、はい、私もびっくりします、あの努力っていうんですかね、うん、あと生産技術ですよね、うん、あれはものすごいだと思います。なのに、うん、あのやっぱりこうある意味収入は抑えられてるんですよね、うん、でも生産量が決まってて、うん、それに対する入荷も決まってますから、うんうん、もうまあ、収入は安定してるったらおっしゃる通りだと思うんですけども、うん、それほど伸びないの分かってるから、うん、よくこんなんで頑張れるなって私なら思っちゃうんですよね、うん、でもすごい努力はなさってますよ。それはあの素人質問です。牛肉オレンジに、うん、あの自由化ものすごい反対してたけど、うん、いざ自由化してしまうと、うん、日本の牛肉やオレンジが世界で席巻してたみたいな、うん、つまり今は生産量決められてるからそれ以上作っても売れないけど、うん、外国で売って儲けることもできるっていう理解っていうんですよね、はい、これあの欧州とかは、うん、あのバター輸出してくるじゃないですか、はい、欧州も同じような仕組みとかっていうのはあるもんなんですかね。あのね2014年でしたかね、なんかそれまでは似たようなクォーター制って言ってやっぱ数量調整の制度があの欧州にもあったんですが、うん、あのやっぱり2014年だか11年だかちょっと細かい数字忘れましたが、はいはい、そこからあの変えましたよね、うんうん、でやっぱり一時期規制緩和をなくした瞬間は一時期落ち込むところもあるんですが、はい、今は少しずつやっぱり安定してきて、うん、あのやっぱり乳業メーカーっていう意味で言うと、はい、まあ、トップ5ぐらいまでは全部欧州みたいな形になりますよね。ニュージーランドも改革されたんですよね。ニュージーランドも何年だ前だかちょっと忘れましたけれども、はい、あのフォンテラっていうね、もともとはあの農協だったみたいなんですけど、うん、それが農業法人として、うん、農業商社ですかね、うん、となってもう世界を今あの席巻しているような状況で、うん、フォンテラジャパンとかって日本にも進出してきてね、うん、って感じだと思います。日本のあれですよね、うん、農家というか農協もそういうやる気を出してやれば私やってくれればいいと思いますね。世界を席巻する可能性っていうのはありますよね、うん、あると思います。特に北連さんなんかは、うん、やっぱものすごくお金資金力もありますし、うん、あのやろうと思ったらできるんじゃないかなって思ったりして期待してます、うん、じゃあなんか日本の北連 の、 あのヨーグルトがブルガリアを席巻するね。あ、そうですよね。でも多分一部は出してますね、うん、私もあの台湾とかのアジアのところで一部出してるんですけど、うんうん、ただですおそらく WTO としてはあのこれだけ輸入を規制してて、うん、で産業にもいろいろ補助金が入ってると、うん、あまり輸出するっていうと WTO 逆にってことですね、違反になっちゃうんで、うん、今は、うん、やっぱりそこを少しずつあの緩和していかないと、うん、国内規制を緩和しないと、うん、あのたくさんは輸出は
できないでしょうね。規制緩和とほどきに減らすと、うん、つまり少しずつね、あの需要をどこまで見込むのかって話だと思うんですよね、うん、あの今は要は生産量減ってるわけじゃないですか、うん、どんどん生産量減ってるんだけど、まあ、需要はありますっていう状態、うん、国内で、うん、需要はあるんだから、これを本当はあの満たすっていうことを、うん、まあ、やんなきゃいけないっていうのは生産性上げなきゃいけないし、うん、ね、じゃあ海外まで、うん、あの今この酪農に関しては需要として認識されてないっていうことじゃないですかね、うん、そうですね、だからそれも、ね、重要だということになれば、ね、あの本当のその、うん、生産しなきゃいけない量というか、うん、生産するべき量はもっと本当は多いかもしれないですよね、うん、私がやっぱり思ってるのはやっぱりインド中国の市場ですよね、はいはい、あの辺はあの、まあ、人口も多いし、うん、あとはあのそれこそフォンテラさんですかね、うん、ニュージーランドのメーカーが9割バター輸出なんですよ、うん、はい、9割ってか中国市場のバターの9割はもうフォンテラと、うん、はい、でもそこ行けばいいのにって、はい、ね、日本の方が中国近いんだからどう考えても日本の方が有利ですよ ね、 そうすね、本来は。そうで、あと、うん、やっぱり日本のまだやっぱりブランド力ですよね、うん、日本のなんか作るものって まだまだブランド力があるので、うん、ブランド力があるうちにもうどんどん輸出した方が私はね、うん、いいと思うんですよ ね、 そ、 うですね、でそれは結局、まあ、どん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 競争すると、うん、まあ、商品も良くなるから、うん、だ、まあ、日本の消費者にとってもプラスだと、うん、で儲かるかもしれないですね、はい、そうですよね農家さんも儲かるかもしれないですね、農家さんも儲かってっていう、はい、うん、いうことで、うん、まあ、今の状態で、まあ、私先生が昨日と同じ今日が明日も続くって、うん、それはうまくいってるんだったらそれに決ま、いい決まってるけど、うん、結局うまくいいと思い込んでるだけなんで、うん、これ明日も続くかどうかわかん、うまくいってないものは明日も続かないんで、うん、じゃ あのちゃんとした方がいいと、でそこで佐藤先生ですね、うん、はい、これやめたら農家、うん、酪農家潰れるんですか、うん、あ、そうですね、あの補助金とか輸入規制とか一気にやったらおそらくそれは潰れるところもあるかもしれないですね、はい、ただ、うん、農家さんも今本当に高齢化してまして、うん、跡継ぎ不足みたいなのがあるので、うん、何もこのままの状態でいっても、うん、おそらくその、まあ、廃業、自主廃業していくところが減っていく、うん、あ、増えていく、そうそうそうなんですね、はい、なのでまあ、このままでいっても同じだと思いますね。だから逆にやっぱり何らかの手を打たないと、うん、まあ、牛乳業生、まあ、酪農全体が、うん、なくなっちゃうかもしれないですよね、うん、日本でね。だから渡先生の言葉を乗っかって言うと、うん、昨日と同じ今日やってたら自利品だから、うん、明日は同じことをいつか続けられないと、うん、なったら明日いきなりやめるんじゃなくて、うん、まあ、日にち決めてそれまでに、うん、そうですね、段階的自由化みたいな、段階的に自由化っていうのが私もいいんじゃないかなと、ね、今の状況っていうのは、うん、要は生産量がどんどん減っていてやってる人が減ってるけれども、うん、まあ、需要はそんな急激に減るわけがないんだから、うんうん、そうですね、今日より明日これ緩和してですよ、うん、でその需要を満たすようにしたら良くなるって分かってるわけじゃないですか、すでに、すでに分かっている状態で、うん、なおかつじゃあ海外も、うん、需要としてあるっていう話でいくと、そこは大きいですよね、なんか結構明るい話じゃないですかこれ。そうだと思います。やればその満たせる需要があるっていう、うんうん、はい、あとはやっぱりこう手前見せですけど、はい、北海道の牛乳っていうかね、はい、生乳は素晴らしいと、うん、手前見せですね、はい、思うので、はい、どんどんなんかその外に行くべきだと思うんですよね、はい、であとその需要の、まあ、その国内需要をね、なんか計算してるのが、はい、それがそのやっぱりさっき言った農畜機構産業なんとか、はい、エーリックなんですよね、はい、だからそれがねやっぱりそんな簡単にやっぱり需要をね、はい、まあ、独立行政法人だったりができるのかなっていうところもあるんですよね、まあ、商品の需要っていうのは開発されて増えることですからね、うん、そうなんですよ、イノベーションがあれば、まあ、そのどん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 使い道増えるわけですし、そうなんです、もっと消費者に近いね、はい、乳業メーカーさんの方が、うん、需要が正確に分かりますよね。分かるんじゃないかなって思ったりもしますね、はい、うん、国がね需要を管理する、うん、需要を予測するって、はい、結構難しいんじゃないかな、はい、まあ、だからバターがなくなっちゃうわけですね、そうなんですはい、だって計画経済で失敗するから計画経済ですね、うん、そうですね、うまくいった計画経済って市場一度もないですよ ね、うん、ですよね、ということは、うん、やっぱり今自利品の状況の中でついでくれる人いないから自然に辞めていく人多いわけだから、ね、じゃあ経済の基本原則として、うん、そこにの仕事に就きたいというモチベーションを与えればいいと、そうです、そうです、じゃあそのモチベっていうのは儲かるんだよ、うん、そうそうだと思います、っていうことですね、うん、でそれあれですよね、だから需要があるのにその生産量が減ってるっていうことは、うん、
このまま放置しておくと日本の生産量がなくなっていって、うん、最終的に需要があるんだから、うん、これは輸入を全部解禁して、うん、全部外国のやつにしましょうねって話になるって話なんだから、結局そうなっちゃうと思うんですよ。10年後に10年ぐらいそんなになっちゃうかもしれない、はい、それでいいのかって話ですよね。そうなんですよ、もともとはね、はい、なんか国内なんか国内何でしたっけ、はい、自給率がなんか大事だとかって言ってたはずだなって、はいはいはい、これ自給率どんどん下がる政策今やってるってことですよね。その生産量増えない政策やってるわけですから、はい、私自身はそんな、うん、あまり自給率そんなにこだわらないんですけど、うん、でも農水省が言ってることっていうのはどっちかというと反対なんじゃないかと思ったりもしますよね、うん、あでも今農水省の名前出たんで我々、まあ、江崎道夫先生と3人で中国シンクタンクってやってるんですけど、我々って官僚に対抗できるシンクタンクって言ってるんですよ。バッシングするだけのことはやめようと思ってて、うん、で規制改革って私先生が中心になってやってるんですけど、うん、規制改革っていうのは実は真面目に働きたい官僚のためでもあるんだっていう、うんうんうん、で特に農水省なんて省庁ごとかわいそうな官庁ですよ、うんまあ、だから本当は役所に、志持って入る役人の人たちが、じゃあ日本がもう一回世界に冠たる国にしたいっていうことで入るはずだと思ってるんですけど、うんうん、でも実際入ってみたらずっと自利品で衰退する政策の管理をさせられるっていうことなので、こんなん不幸ですから、うんまあ、そういう政策はやめて、うん、もっと外に打って出ていけたりとか、うんまあ、国民の需要を、うんまあ、ちゃんと満たして喜んでもらえるような政策をやるっていう方が、まあ、本当官僚の人たちもいいんじゃないかなと思うんですよね、うんはい、2018年ですかね、うん、こういったなんか昔のながらの酪農制度っていうのは60年代にできて50年ぐらい経ってたんですけど、うんまあ、最近ですね、はい、2018年に改革が行われたんですよね、うん、でその改革はやはり少しその指定団体制度みたいなのに風穴が立つような方で、うんはいうん、あ風穴を開けるような、うん改革だったんですけど、うん、やっぱりそういうのを見てると、うん、農水省もやっぱり少しはやる気が少しはやる気だ、うんですけど、問題意識があるのかなとは思いましたね、はいうん、期待してます。そうですよね、それはやっぱり多くの人が知っていかなきゃいけないと思うんですよね、うん、その古い規制が残っちゃってるところっていうのは、うん、つまり目立たないところだというところで、目立つところっていうのは、まあ、結構マスコミとか入るじゃないですかね、うん、だからその、うん、改革しろっていう圧力がすごい出てくるので、うん、じゃあ政治家もやるかみたいな話になると思うんですけど、酪農、うんまあ、って、まあ、言っちゃあれですけどマニアックな分野なので、ただまあ多くの人が知ることによって、じゃあもっと本当はこっちの方がいいんじゃないかっていう雰囲気が出てくるってことですよね、うん、だからその農協さんであるとか指定管理団体さん、うん、指定団体さんの中でも、うんまあ、やる気のある人がいるので、うん、その人たちを、まあ、声として応援しなきゃいけないということですね。私もそう思います、はいうんうん、でしかも米より強い規制なんですね、うん、だと思いますね、うん、これこうびっくりしましたね、やっぱ目立たないからなんですよ、まあ、米は日本人全員 ね食べますけど、うん、一応お米っていうのよりも、うんバターじゃなくて乳製品、生乳っていうのが腐りやすいっていう特徴があることは確かなんですよね、うん、あんまり在庫が、うん、生乳自体は、うん、在庫が効かないと、はい、なのでそういうやっぱり規制がはびこってるとか残っちゃうところはあるんだと思うんですけれども、うん、それにしてもひどいかもしれないですよね、うんまあ、そこら辺もね、もしかしたら、うん、解決できるようなイノベーションを考える人たちも出てくるかもしれないですもんね、うん、私もそう思います。そこをちゃんと自由化していくと、はい規制緩和っていうと、まあ、そのなんか崩壊した小泉竹中がみたいなこと言う人、うん、すぐ飛んでくるんですけどでも規制って支配と同じ意味であって、うんそうですねはい、で支配を強化するっていいことですかっていうことをずっと訴えているんですよね、うん、でまあその一応その農業全般、まあ、酪農の手段の酪農もそうですけど、やっぱり戦時中は必要な目、うん、どこの国もやってたし必要だったし、うん、日本には戸作制度っていうのがあって、うん、それこそ佐藤先生がおっしゃった消費者の顔が見えないのが、うん、戦時中直接まあ、闇米という形ですけど、うん、戸作人のところに買いに行ったら、うん、あそっか自分の作ったお米を買ってくれるんだと喜びになったし、うん、戸作が地主に納めてたのを政府 が取り合えたと、そこは意義があった、うん、戸作解放につながったと、うん、でもそれをそこからもう70年80年ですよね、うんまあまあ、簡単に言うとあれですよ、江戸時代に鎖国を続けてても自利品だったわけですよね、うん、だからその結局財務収的にやられちゃうんだからそれを続けていたとしてもですね、うんうん、だから打って出なきゃいけないっていう体制にしなきゃいけないっていう話だと思うんですよね、うんうん
そうですね、そのためには鎖国って要は規制じゃないですか、ね、はい、だからそれをやめて日本が強くなったっていう歴史がもう分かってるわけですからね、そうですね、そうするべきだっていうことだと思いますね、うん、はい、鎖国って最近はもう貿易統制っていう言い方しますね、あ、そうですね、うん、はい、だ統制とか規制っていうことが、うん、まあ、コントロールですよね、はい、だから他人にコントロールさせて喜んでていいんですか、だから民の力を強めた方がいい、うん、それはまあ政府のためでもあるし国全体のためであるということを、ね、そうですね、我々は訴えているところ、今そこに需要があるんだからやれじゃねえかっていう話になっちゃうんです、規制緩和して、ね、はい、自由競争勝負して、はい、こっちの方がね、はい、それこそ北海道のね、はい、乳製品強いんだから世界で打って出たらいいんじゃないですか、はい、儲かりますよって話ですよ、うん、はい、はい、ということで、今日はですね佐藤先生にお越しいただきまして、具体的な規制のお話、そして、まあ、何が問題なのかというちょっと分かっていただけたんじゃないかなというふうに思うんですね、今後もさまざまな規制の問題について専門家の方にお越しいただいてですね、皆様にお伝えをしていって、あ、こういうのやめていった方がいいんだなというのを、分かってもらえればなと思います、そしてそれを やめることによってその先に明るい未来があるんだということを、まあ、お伝えできればと思います。今日は佐藤先生ありがとうございました。ありがとうございました。